小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、打ちました。バッターは2番に入っている野間田口。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田口、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球ボール、次が2球目、インコース詰まりました。バッターボックスは3番レアード。2アウトになっています。この回の田口3球でアウト。効率のいいピッチングです。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。インハイ際どいコース、ボール先行です。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライクが入りません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ツーアウトからです。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスのどういうバッターなんでしょうか？まあ、長打も打てて率、インコース詰まりました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の菅野。バッターは栗山。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。落ちる球にバットが回ります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは DH 柳田。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース決まります。ワンストライク。高めちょっと外れたか。これが3球目、ボールになります。打ちました。バッターボックス源田。ツーアウトランナーありません。さあ、初球は何か。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。インコース決まった。さあ、3球目は何か。打ちました。2回になります、ジャイアンツの攻撃。打順は5番岡本。ホークス、得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球打ち、打順は6番太田。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った。バッターは7番に入っている平沢。ツーアウトランナーありません。この回の田口、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。あっと、デッドボールだ。当たってしまいました。バッターボックスには指名打者の柳田。デッドボールのランナーが出ています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。さあ、どうだ。変化球打った。2回の裏、さあ、ホークス、この回は4番から始まります。パーラが打席に入ります。ホークス、得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、
この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。一、二塁間、バッターボックスには5番丸、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコースファウル、変化球を振らせました。ノーボールツーストライク。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスには6番栗原、ツーアウトランナーありません。インコースストライク、スピードボールを持っています。2球目は何で来るか。内へ低めの変化球、あっという間にツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。3回の表ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは梅野。ホークス得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ホークスピッチャーが変わります。一打先制の場面で初球は大きな変化球、ボールになります。ふわふわっと上がった。さあそして打席には菊池が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。引っ張った。ジャイ警戒はしていた相手なんですが、小宮山さん、ここはスクイズはありますか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。そうですか。ふわふわっと上がった。アウト。さあそしてバッターボックスにはレアードが入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど、そうですね。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番初球は何で来るか。レフト線へ持っていった。ファウル。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。変化球打った。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。打順は下位打線に入っていきます。バッターは阿部。ホークス1点ビハインドで迎える最終回です。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打同点。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。緩い変化球にも対応できるようにしておきたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。5球目は何で来るか。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。さあそして打席には松田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。とりあえずなんとか同点しないといけませんから、ここはつないでほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。
さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、低めを打たされないように気をつけたいですね。なるほど、そうですか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ツーアウトになっています。さあ、そしてバッターボックスには炭谷が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。とりあえずなんとか同点しないといけませんから、ここはつないでほしいですね。なるほど、そうですね。低め際どいボールにバットが出ました。すぐに追い込みました。さあ、外してくるのか。今のはよく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。手が出ません、三振。試合終了。ソフトバンクホークス痛い。